First Take Music。 The First Take Music。 この番組はアーティストの一発撮りパフォーマンスを鮮明に記録する YouTube チャンネル The First Take のアフターストーリーを楽しむことができる音声コンテンツです。 The First Take は白いスタジオに置かれた一本のマイクの前でアーティストたちが披露する一発勝負のパフォーマンスを 4K 対応の高画質高音質で楽しむことができる映像コンテンツです。一度きりのテイクでアーティストたちはどんな姿を見せてくれるのでしょうか。そしてこの番組では The First Take に出演されたさまざまなアーティストの皆様にパフォーマンスした楽曲のお話や撮影秘話などをインタビュー形式でお伺いします。今回登場するのは TAKAHIRO さん。 The First Take では EXILE の名曲 Lovers Again、 そして2010年リリースのもっと強くを披露していただきました。現在 The First Take の YouTube チャンネルで公開されています。早速ですが The First Take はレコーディングやライブとも違う環境でのパフォーマンスだと思いますが、収録はいかがでしたか？いや本当に今回参加させてもらって、この The First Take 独特の緊張感というか、見てる時とは全く違 う、 こうやってみるとまるで違う経験でしたし、思いつきそうで思いつかないこの企画というか、すごい斬新でアーティストを緊張させるための企画というかアーティスト泣かせな企画だなと思いつつも、なんかそうですね、こう他ではなかなか経験できないような雰囲気だったので貴重な経験になりました。はい、あのおなじみの白いセットというのはいつもと違う感情の変化などを感じるものですか？やっぱりなんか曲の情景だったりとか、なんかイメージしやすいあの環境だなとは思いましたね。ただ無機質すぎて本当に緊張を煽るというか、精神的に追い込まれるなんかこう精神と時の部屋みたいななんかそういうイメージでした。なるほど、ドラゴンボールのあの場面を想像されたのですね。ではパフォーマンスしていただいた楽曲について伺いたいと思います。今回最初にパフォーマンスしていただいたのは発売中のニューシングルパラドックスにも収録されているラバーズアゲインのソロカバーバージョンですが、エグザイルでのパフォーマンスと違うところ、また意識されていることなどありますか？そうですね、この曲は、まあ、僕のエグザイルに加入するきっかけとなったオーディションの課題曲でもあったんですけど、その時のアレンジとはまたこう一味違うすごくタイプなあのアレンジに仕上がったんですけど、まあ、元のアレンジも大好きで今までもすごく大切に歌ってきた曲ではあるんですが、どちらかというと当時よりなんだろうな、ちょっとこう都会の夜を思い描かせるような、なんかそういうアレンジになったんで東京にぴったりかなって思ってます。はい、歌い終わった後には思わず声が出てしまっていましたが、パフォーマンスを終えて感想はいかがでしたか？やっぱりこのラバーザゲンって結構オリジナルの時からそうなんですけど、リズムがタイトでメロディーもどちらかというとやっぱりシンプルで、ごまかしがなかなか効かない楽曲でもあるので、すごく緊張感を感じながら張り詰めた気持ちで歌いましたね。はい、この曲は TAKAHIRO さんが加入した EXILE のボーカルバトルオーディションの課題曲だったという話も先ほどありました。この曲にまつわる話や当時の思い出などありますか？この曲自体松尾清さんというこの音楽業界の中で本当にレジェンドな松尾清さんが詩を書かれていたり、課題曲でその曲を歌えるってすごい豪華というかありがたい話だなと思いつつ歌わせていただいて、ただやっぱりその時の思い出だったりとかが曲を聴くとすごい蘇るんで、自分の中では好きな曲ではあるんですけど、リラックスできる曲ではないっていうか、すごい聴くたびにこう初心に帰らされる
緊張感をまたこう感じさせてくれる、そういう曲なので、いつかリラックスして歌いたいなっていうことでリアレンジして自分のもんにしていこうっていうそういう意図があって、あの今回セルフカバーさせていただいたんですけど、まあ今回またこんな緊張する状況で歌ったことでラバーズアゲインがこれからも緊張する曲になっていくなっていう、いい日なような悪い日なような複雑な気持ちです。高弘さんにとって特別な楽曲ということですね。そして2曲目のパフォーマンスは2010年リリースのもっと強くでした。この楽曲を選んだ理由は何だったのでしょうか。まあ、今そのエグザイルリスペクトっていうテーマを掲げてエグザイルの曲をセルフカバーをずっと続けてやってるんですけど、まあ、そのうちもっと強く、まあ、個人的にも好きですしカバーしたいなって思ってたところ、まあ、スタッフさんからももっと強くとかどうかなっていう話もあったりとか、まあ、みんなで決めて聴いてくださる方々もそうですし、 The First Take 出させていただく以上ご要望にもお答えしたいなっていう気持ちもありましたし、本当に難しい曲なんですけど、これをファーストテイクでどうにか歌い切ったらまた一つ成長できるかなっていう、なんかそんな思いもあって、自分の中ではこう一つの、まあ、いわゆる試練じゃないんですけど、なんかそういう気持ちで今回歌わせていただきましたね。はい、高弘さんにとってはチャレンジの一曲だったんですね。この楽曲はピアニスト YouTuber のハラミちゃんとのコラボレーションでしたが、印象はいかがでしたか。いや、本当に柔らかくて明るくて人としても本当にファンになる、お人柄だなって思いましたし、もう何よりやっぱり演奏が素晴らしすぎる、なんか音楽の良さが集約されたなんか演奏される人だなと思ってて、もう完成してたんで本当に自分歌わなくてもいいじゃんと思ったんですけど、それじゃコラボにならないっていうことでしょうがなく今回歌わせていただいてでも本当に本番一発ハラミちゃんとも音楽を通してすごく会話ができたような気がするというか、なんか昔から知ってるようなこう息の合い方があったので、なんか面白いコラボというかありがたいコラボだなと思って、まあこれでこれを機にといいますか、これで終わるわけではなく、こっからも、まあ、せっかくの出会いなんで縁をつなげてハラミちゃんとまたコラボ他の曲でもしていけたらいいなと思ってますね。はい、ぜひまたコラボレーションしている姿を見たいですね。さて今年 EXILE は活動20周年イヤーを迎え、TAKAHIRO さんも EXILE に加入して15周年を迎えました。 EXILE としての活動とソロとしての活動は別々に考えているのでしょうか。なんかこう時期によって EXILE の活動と自分のソロの活動を二足のわらじのように分けて考えていたこともあったんですけど、今はどちらかというとそういう風な発想ではなくて、なんか表裏一体といいますか相乗効果になればいいなっていう思いで、 EXILE の活動の中に自分のソロの活動もあって、自分のソロの活動が EXILE に何かこう貢献できる一つの、ポイントになればいいなっていう思いもあったりとかするので、一人でも、まあ、もともとオリジナルメンバーとパフォーマンス一緒にステージ立たせていただけたのってボーカルでいうと今もう僕ですし、僕の、前身となるこうエグザイルの一生の頃のいらっしゃったしゅんさんとも仲良くさせていただいている上で、まあ、一生の曲もこれから本当に名曲が多いので、そういうのも責任持って歌いつないで いかなきゃなと思った時に、その使命ってこう僕にあるのかなと思って、なんかこう種まきじゃないんですけど準備をしていきたいなっていうことも含めてのセルフカバーなので、なんかそれが両立できてしっかりと実を結べば今後につながっていくのかなと思ってますね。最後にこのポッドキャストを視聴しているリスナーやファンの方にメッセージをお願いします。はい、まあ、今聞いていただいている皆さんもそうですし、 The First Take を見ていただけたファンの皆さんだったりとか、視聴者の皆さんも本当にアーティスト
まあ、僕もエグザイル加入させていただいてアーティスト人生15年の中で、ここに来てこんな新種な緊張感というか、あの新たな経験をさせてもらえるとも思ってなかったので、大変貴重な経験の中で自分も、少しだけ成長できたような気がしています。今後もそうですね、エグザイルを輝かせながら、心を込めた歌を、そしてパフォーマンスをお届けできるように頑張っていきたいなと思ってますので、引き続き温かい応援のほどよろしくお願いします。TAKAHIRO さん、ありがとうございました。 THE FIRST TAKE では毎週水曜日と金曜日夜10時に様々なアーティストのパフォーマンスが更新されますが、公式 SNS には歌う前のアーティストの様子もアップされるので、YouTube と合わせてぜひチェックしてみてください。 The First Take Music